皆さんこんにちはケンです本日は今年の夏に発売されたアジリストファーストこちらについて紹介したいと思います約2年前よりパナレーサーのアンバサダーを務めておりまして今回のアジリストファーストも提供品になります今日のメインテーマとしてはファーストを初めて使った時の感想をねここで忘れないうちに述べたいと思いますまずアジリストっていうシリーズにつきまして説明します アジリストは主にロードバイイク向けのフラグシップタイヤになりますロードレースなどで使用している方も多いと思いますがそれ以外にも対パンク性に優れたアジリストデューロそして軽量化特化ヒルクライム向けのアジリストライトっていうふうに3種類種類がありましたそれに加えて今回ディリストファーストが加わって大きく分類すると4種類になりました アジリストファーストなんですけどまずはクリンチャータイプからの販売となっております今ラインナップタウンは 25C と 28C となっております位置づけとしては全てのアジリストの頂点に立つプレミアムフラグシップという位置づけになっておりますこのアジリストファーストが発表された時に商品の説明文だったりデータ上の数値を見たりして私が見たカかリズの注目された点としては赤色のアジリスト でも十分転が更にさららにそこから20%の低減ができたとさらにグリップ力もタイパンク性もしなやかさも向上している、まあ、全てにおいてトータル的に進化しているタイヤですよっていうところで気になる方もいると思います特にトレッド面とかにですねあの新しい、ね、レーザー照射による工法が使われており、まあ、グリップ力を維持しながらも転がり抵抗を低減する、まあ、新しい技術が使われてるっていうふうに思ってください。 値段的な話をすると1本あたり1万円切っております。約9900円ぐらいでの販売となっております。ここまではまあ商品説明になっていますが、皆さん聞きたいのはそこではなく使ってみてね。どう思ったかっていうのをまあ、この場で話していきたいと思います。はい、で、このアディダスとファースト履くまでに私アジリストアジリストライト、アジリストデューロをもう交換時期が来るまで乗りつぶしました。 でチューブにつきましては今回のファーストと同様にパナレーサーから発売されている R エアっていう比較的軽いチューブですねこちらをずっと使ってますのでタイヤの性能っていうのは比較できたかなと思います。 ここが一番気になるところだと思うんですけど、転がり抵抗ですね。まあ、アジリストより20%低減っていうところで、まあ実際アジリストと比べて、他の2種類と比べてどうなんだっていう話なんですけど、まあアジリストライトとほぼ同等レベルの転がりじゃないかなっていう印象です。アジリストライトはもともとすごい軽量で、 でちょっと、まあ、アジリストとかアジリストデューロと違ってトレッド面が若干違ってくるんですけど、まあ、アジーストライトはかなり転がるようなタイヤになっておりますただヒルクライムシーンにおいてはやっぱりアジーストライトの方が、まあ、タイヤ自体ね薄くて軽い分上りはやっぱアジーストライトの方がしやすい感じなんですが一番驚いたのがもう先に言っとくともうグリップ力すごいですこれどんな感覚かっていうと地面に吸い付いて走ってるような感覚なんですけど それが結構アジリストファーストは今アジリストライトデューロアジリストのどこと比較してもちょっと違う感じなんですよ。まあ、そこが多分そのグリップ力っていう表現になるんですけどグリップ力の向上っていうのはすごい感じる一番感じたところでどちらかというと転がり抵抗よりそのグリップ力向上っていうところに驚きました。まあ、グリップ力向上してると何が いいかっていうと簡単に言うとですけど、まあ、滑りりづらいいいと言いますすか安心感感ががあるるよううな走でできるっていう感じですね特に下り坂とか、まあ、平坦で爆走してる時とか、えー、路面に吸い付いてる感がすごいので安心して使えるポイントだなってでかつアジリストよりパンクしづらいっていうのが頭の中にあるので、まあ、それも加えてガンガン踏み込んで走れるような。 タイヤかなっていう感じですねただねあの重量軽くしてまあ、ツルツルにして転がり抵抗低減ではなくて今回のテーマであるグリップ力と転がり抵抗低減っていうところはまあ、しっかり感じることができましたこういうグラフをパナレーサーさん作ってるんですけどまあ、全部のタイヤ使ってきたんであながちこのグラフっていうのは間違いないかなって思います 耐久性はちょっと今からの検証になります。まあ、ということで、今回は初めてアジリストファーストを使ってみた感想をちょっとその場で述べてるだけなんですけども、今からねまあ、こちらのファーストも使い潰して、また改めてまあ、アジリストライトのようにね。レビューできればいいなと思ってます。本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。